N ボックスの紹介していきたいと思います。ジェフさんの N ボックス、まずブルッとガイド、これ何、これ何っていうか、いろいろカスタって書いてる、ええやつ、もっと、わからん、ええやつかな。まだ買って2年ぐらいかな、多分一周回ってこんな感じなんですが、エンジンかけようか。中もう取る？ここやな。うん、こんな感じ。気づいた。喋らんとこもんだけど、ちょっと喋るわ。ちょっと喋る。で、開けるところは？ここか。ここか。うん。ああ。これな。これな。うん。棒は最近ちょっとボケて分かれへんなってきたけど。あ、うん。優しくね。うん。ここでいいか。うんうん。なんかすごいな、コンパクトやな。うん。これ、エアが入ってる。で、ここからエアクリーナーに入ってる。空気吸うとかある。そうか。だから人間やったらこうやったら息できへんかもしんない。ほんまや。なんかいろいろとでも、コンパクトやな、やっぱり。うん、まあ、でも、ラジエーターのこの下にはねんけど、うん、まあ入れるとこここやから、まあ便利は。うんうん、いいやん、いいやん。で、これサブタンク、ね、うん、水少ない？そんなもん、いや、水こんなもん、うん、でもやりやすない？まあ、やりやすいと思う。ああ、ほんま、うん、もう出てるから。ただ、多分、うん、俺の感ではみんな LED やと思う。ライトつけようかって。うん、今スモール、あ、それライト、あ、LED やわ。だから、ウィンカーもつけてみて。あ、ウインカーも LED やから。マジで？だから、もう何もせんでよ。楽しみがない。うん、もう最初からできてるから。できてるから。うん。うん、車カードもこれでやらせてもらおうと思ったのにな。そう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 。マキちゃんシリーズで交換しようもんだけど、うん、するとこな、テールも LED やから。ホーンは？ホーンは変えれるな。ホーンは多分変えれる。でもどこついてるこのホーン？多分、ホンダやから、この辺とかやったんちゃうかな。ホンダは結構バンパー外さなあかんから。そうね。うん。ほな、これ本買えようか。せやな。うん。まあ、バンパーバリッと。うん、行こう。うん。ははは、あかんて。いや、うん、許可もらいます。うん。まあ、ほんで、うん。私が触っていいか。エンジンオイル入れるところと、うん、ゲージでこのオレンジ見れ、うん、あ、量見るとこね。え、これウォッシャーやろ？これウォッシャー。これが？これがブレーキオイル。あ、うん。で、ラジエーターか。うん、クーラーが、うん、で、バッテリー、うん、なんかめっちゃコンパクトに感じるわ、うん、内装みたいですか、うん、内装やな。まあちょっとテールも LED かどうか。あ、そうか、うん、あれ消える？一回消して。うん、エア、お、どう、うん、やっぱり LED やな。ブレーキも、ブレーキもこうは赤やねんけど、うん、この辺からちょっとオレンジっぽく見える。飛んできて、ここで、うん、あー、ほんまやな。多分ブレーキの下で上が赤で下がオレンジ。あ、うんうん、あの目視で見ても半々に分かれてるよ。そうやろ、うん、なんかちょっと色ちゃうな、うん、どうする？車検、車検通れへんで。通るわ。ナンバーとやって。ナンバーと、あ、スモールつけて。うん、唯一変えれるのはナンバー灯だけ。じゃあ、次ナンバー灯を交換していきたいと思います。勝手に、まあ、これは多分、うん、俺の勘じゃないけど、うん、絶対長い LED の玉は変えたらあかんと思う。あ、短いの、短いですね、うん、ほ、うん、ならね、次あのまたこれだけやね、うんうん、この車でここやってほしいっていうのあれば、うん、コメント欄にお願いします。そうやな、うん、もうあの
オーナーさんの許可は得てます。お客さんの車やけど勝手に決めてるみたいな。いいです。あの友達の弟なんで大丈夫です。ああ大丈夫ね。何でもね。でもこれのええとこってどこやねんやろな。もう全部買えんでいいとこや。まず買えんでええのと、エアコンフィルターはちょっとか、ね、硬かったのと、うん、私がめっちゃ羨ましいなって思うのは、うん、ここにあれがあるやつ、 USB。友達もこれそう、これと同じ N ボックス乗ってるんですけど、これうちれいい、うん、ボクシーなんかは下なんで。ああ、うん、そうやな、その上の位置がいいな。ゴン箱、え、これゴン箱、ゴン箱じゃないと思うけど、まあ、小物入れ、ごめんなさい、うん、ババアの発想だから、うん、でも、うん、これ何、あ、これがカーカップホルダーね、うん、で、うん、今の車って結構カップホルダーついてるな。これカップホルダーやと、ちょっとこれ見て、んこれカップホルダーやと思ったけど、こんな短いジュースないから、うん、それだからそっちはほら、そっちはカップホルダーだって、じゃこれ鍵とか入れるんじゃん、うん、ほら入れてみて、ちょうどあれ、そこれあれやん。まあこんな感じで、うんうんうん、まあこのナビ、これ一番あのでっかいやつやな、うん、飛んだろうな。そう、これをつけたらなんかこのここで全部操作がな、あーできんの、なんか、うん、ハンドルで全部できるから、うん、え確かに、あ、ほんまや、うん、ほんまや、そう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 、俺車興味ないけど、なんかそれ聞いとった、うん、ここ広いのもいいよね、ティッシュ置けるから、うん、え、そんなん私正直こんなんが欲しいです。なんであのでっかいのを買ったんかな、ぶつけるし。ルームランプは LED かな。LED ですね。ボクシーも LED やったもんな。一回撮ろうかこれ。いや、やめとこ、やめとこ、やめとこ、うん、見たら分かるわ。あ、こっちつけて、あ、LED やね、うん、うん、で、うん、こんなんね、これライト欲しかったな、でかいな。でもさ、もうここが明るいからいらんのんちゃう。今軽音も高いからやっぱここにライト欲しいよな。うん、まあ本田さん見てたら次からバイザーに。これドラレコ、これ何、それは ETC じゃん、ドラレコや、これがドラレコやな、うん、マジで、なんかもうガラスにベチャーくっついたあるわ、うん、もうこれ、あー、ドラレコやね、あ、ほんまや、うん、だからこんな大丈夫なのかな、ガラス、あ、ちょっと隙間あるな、うん、うん、なんかでもくるくる動かせる、うん、ボネットバッと、うん、後で閉めるわ、うん、で、うん、あれはあれはウインカーミラー、うん、LED で、うん、ほんまになんもせんでいいやん、まあ、ウインカーは大概 LED やね、うん、で電動、電動です、あ、ちょこちょ、反対は電動、反対電動やと思う、うん、で、うん、こんなんもいいよね、普段ね、うん、ここにあれ多分タブレットとか置いて、あ、子供が見るように置いてます、はいはい、広いしいいよね、うん、十分、あ、これそうそう、これをこれなんですか、ちょっと本人さんも分かれへんかったけど何するんか分かる人がおったら教えてください、うんうん、これね、うん、ゲート開けた時にこうちょっとこのミラー、うん、あとジャッキとか、うん、スペアタイヤあんのかな、ないない、もうあこれあるもん、修理切ってあるからスペアタイヤない、もう今みんな全部これやね、けど私はスペアタイヤをおすすめします。でもやっぱりこここうガバッと出てないから、うん、この高さがあるから、うん、自転車とか積みやすいな、うん、そんなんが売りで出してたやろかな、だからめっちゃ売れたやん、そうやな、中が広いってやつな、27インチ乗せれるみたいな、これもフラットなるもんな、そうそうそう、うん、そうやな、うん、なるほど、これもこんな感じ、うん、ちょっとさっき失敗したから、こっちのスライドドアだけちょっと、あのなんかスライドドアですよ、うん、これで撮ったら間違いない、大丈夫、ああ
パワー。これで、ね、あのパワー、うん。パワースライドだね。うん、こんな感じです。うん、またあのこれこの車でここの交換を教えてほしいとかあれば、うん、コメントしてもらって。なえマギちゃんに言うたら何でもええってこと？いややる内容によるで、そら。あのもう名指しで言うけどこの子の兄貴フリップダウンつけてってかわけわからんこと言ってるから。ああそうやな。そんなんはちょっと私にはできないんで。あのできることやったらね。あのうちとこにサイヤ人がおるからサイヤ人にやらそう。サイヤ人に変身してもできるから。うん。そうやね。うん。忙しい子やから。またこれあのやることもでもないよな。まあないと思う。うん。うん、まあ本とかナンバー等とかやな。そうですね。それもまたあのやっていきますよ。